香港のラーメン文化では1980年代以降の香港におけるラーメンに関する食文化について述べる。1980年代に香港で日本人経営による豚骨ラーメン店横綱日本麺店がオープンし、ラーメンという日本食文化が広がる。当時は中国本土を含め日本のラーメンを出す飲食店はほぼなく、 本格的な日本ラーメン店の先駆けとなった。1990年代に九州熊本に本拠を置くラーメンチェーン味線とライセンス契約を結んだ香港企業が進出し、その後も店舗数を拡大。先行していた横綱も豚骨ラーメン店であったことから、香港人の間では必死ラーメンイコール豚骨スープの認知が広まる。2000年には、 香港の繁華街であるドラワンに日本へしゃげ麺横丁という日本昭和風を再現したラーメン屋が開業した。複数の店を集め様々な種類のラーメンのメニューで人気を博した。だがそのブームは長く続かず閉店した。香港人にとって麺料理は軽食のイメージが強く2000年代までのひしきラーメン店はメインとなる麺料理の他に餃子やミニ丼、 ドリンク類など、サイドメニューを併売する方式が主流であった。2010年9月に、日本のチェーン店、ラーメンなぎが、豚王のブランドで、香港に進出。豚王は、今まで香港に進出した日系ラーメン店とは違い、屋台風の簡素な内装にわずか10席という作りで、サイドメニューを廃止3種類のラーメンのみを、提供するという専門店スタイルでオープンした。香港には、 選択肢が重要というのが通説だったがこの試みは受け入れられ人気を得た。豚王の成功後、ラーメンのみで勝負する日系ラーメン店の香港進出が相次いだことで第二次ラーメンブームの様相を呈している。また、オパンライスという口コミグルメサイトができ、ラーメン屋は常に人気上位にランク付けられる。宝水園内の味ンラーメン店舗年月見 千ラーメンは九州の熊本にあるラーメンチェーン屋である。創業者は台湾出身の茂光孝事。揚げニンニクを加えたしょ熊本ラーメンの味に惚れ込んだ香港人実業家範囲とライセンス契約を結び、1996年に香港に出店。香港人の味覚に合わせるため、スープや具をアレンジし、香港人好みのラーメンを提供した点が支持され、 その後大陸にも進出し大成功を収め現在、中国大陸一の必識、ラーメンチェーンとなっている。今週楼の一風堂店内2012年9月、博多一風堂は1985年に福岡で創業した。創業者は川原成美。川原は1997年のテレビ東京にて放送されていた TV チャンピオンラーメン職人選手権にて優勝し、参観を 達成、電動入りを果たした。2001年香港に進出。伝統の味を保ちながら新たなことに挑戦し続けるとしている。色を使ってスープの違いをつけることは川原なるみが初めて提起した。2010年に香港のセントラルに開業。ラーメンなきの初海外出店でありつつ、現在は3店舗が運営している。2013年に セントラル本店は3連続でオッパンライスの最優な日本料理レストランを受賞。一覧は1993年に福岡市の名の川で創業した。現在ニューヨーク、台湾、中国、香港などにも進出。香港では2013年にドラワンに1号店をオープン。その後2015年にはチムシヤッツに2号店をオープン。 日本と同様に一覧独自のユニークなシステムを採用し、間仕切り、オーダー用紙、ご注文ボタンを押して、店員を呼ぶシステムなど日本と同じスタイルである。近年では、香港の一部のラーメン屋も一覧の、オーダー用紙システムを真似するようになった。三田製麺所は2008年創立、台湾にも分店がある。香港進出は2015年。香港のドラワン店では、 日本人の調理スタッフが常駐している。つけ麺をメインに、ラーメンと一品料理のメニューもある。自家製麺にこだわっている。創業当時の横綱1987、ネイザンロードの八馬手にある、香港に現存する最古のし季へしゃげ麺店である。日本人店主、山本光一氏によって1987年9月に創業し、現在も同地で営業を続けている。 現地向けにアレンジしない豚骨ラーメンにこだわり続けたことが評判となり、創業30年を超えた現在も昼夜問わず、行列の絶えない人気店となっている。2012年はじめに、深海の上水にオープンしたラーメン店。日本人、山下指定と香港人の合弁で経営している。日本の味を香港人に届けるべく、 香港風にアレンジせず提供するラーメンが好評で、現在では元明にも視点を構える。2012年にスケアツ市にオープンしたラーメンテーマパーク。美味しいラーメン屋を一堂に集め、客の投票でランキングを決定。ランキングが低かった店は撤退、入れ替えという仕組みである。客としては一箇所で様々なラーメンが楽しめるということで、 ラーメン好きにはたまらないスポットである。現在のラーメン屋さんラインナップは和食亭、豚骨一級、八星屋、無双、ビシャモンレ霊、アシュラの6店舗が並ぶ。2018年現在公式サイトは閲覧できなくなっており、公式ツイッター、公式フェイスブックページともに2018年以降の更新がなされていない。香港における日本ラーメンの先駆けとなった横綱。 味鮮の影響で、ひしきラーメンイコール豚骨という認識は、香港人の間で広まってはいたが、2010年代以降、豚王や一風堂など続々と日本の有名店が進出したことで、認知度がさらに高まる一方、撤退する店舗も続出するなど、ひしきラーメン激戦区の様相を呈している。香港人はラーメンを食べるとき、必ずと言って良いほど餃子。 唐揚げといった一品料理を注文する。香港人は常に一品料理を注文するのは、茶山町文化の影響である。茶山町は、様々な客の口に合うため、いろいろな料理が提供される。それに対して、日本のラーメン屋は、一品料理なしで、ラーメンの味で勝負している。ありがとうございます。